どういうご関係なんですか。これはですね、うん、話すとちょっと長いんですけど。長いんじゃやめよう。いや、聞いてよ、そうやって言います。あのね、岸井さんが、はい、篠山さんがね、はい、表紙を紋章を取ってるじゃん。問題小説のカバー、はい。その時に、僕に電話がかかってきたんですよ。担当の家事から。はいはい、で、今回、嘉手納さんを、うん、表紙で取ったんですけど、なんか平山さんを呼んでるらしいですよ。おやおやおや。びっくりですよね、って言われて。なんでびっくりなんですか？わかんないじゃん。とにかく、なんかすごく怒ってるんですよ、本人は、はい、うん。あ、担当が。うん。なんか、なんで俺じゃなくて、平山の名前が出たんだ、みたいなことを。カジ君はちょっとムッとしていてですね。なるほど、うんうん。それを僕にこう、まあ、吐き捨てるように言って切ったんですよ。あ、ぷっと。ええー。で、それがちょっと記憶にあったので、はい、ぜひ、嘉手納さんと、はい、会いたいな、ということで、うん、この間、月刊いいのっていう、雑誌、きょうちゃんも出たじゃないですか。ああ。いいじゃないですか。あれに、ちょっと。出たんですかね。はい。読んでくださいて。あれにちょっと、お読みして、これでまたちょっとね、はい、話が盛り上がって、うんうん、あ、それだったらもうこの調子でちょっと出てもらっちゃおうかな、なんて。ね。でもないとさ、はい、やっぱ、俺らやる気出ないじゃん。このラジオ。そうなんですか？だってよ。ねえ、男二人で明け方に流すためにね、話を続けるっていうのは、石積んでんのと一緒でしょ、だって。みたいなところで。それも。何明かりが見えないじゃん。それもあれですよ、才能変わらぬ石積みはね、鬼が崩しに来るでしょ。崩しにすら来ない。来ないんですよ。どんどん積んでっちゃう。自分で積み上げるまで。まで積んじゃうんですから。こんな虚しいことはないです、ね。だからね、僕ね、この収録がね、やるじゃないですか。うん、終わるとね、ちょっとうなされるんですよね。何かものすごいね、こんにゃくみたいなものに体を押されて、窒息させられる夢を見ます。はい、そこに風穴を開けて、ガスッとね、そうよ、素晴らしい感じにね。はい、まあ、きょうちゃんと俺の、うん、主にこの二人のモチベーションを上げるために。あ、頑張ります。あのね、はい、今日は、スタッフも、なぜか嘉手納さんが来るっていうことで、はい、みんな頭ツルツルです。あね、多いですね。だツルツルしてます。啓発してますよね。なぜかね。永平自動が高いです、ね。小西くんなんかやけくそになって、サラダ油で頭塗ったみたいになっちゃってますけど。そうですよね。うん。まあ、あれは皮脂が出てくるだけなので、あまり気にしないように。はい、ステンレスみたいになってる。いや、デビュー作。はい。映画、なんか出てます。映画も出てますね。はい。でも作品としては多分写真集が一番。写真集か。うん。写真集はどんな、もう第いっぱい出してるでしょ、写真集。写真集でもね、そんなんですよ。3枚ぐらい。あ、そう。3冊。うん。写真集3冊。はい。一番初めに出した写真集って、デビューから18歳になる3年間。おう。15から18まで。3年間。あ、ずいぶん長いじゃないですか。成長期っていうのがありまして、最初ほんと笑ってないんですけど、だんだん笑う。だんだん笑うようになるんですよ。いやらしい人間になっているわけですよ。あれ、ほら、こう、ポーズもあるでしょ。うん、ああいうのはどうするわけ？誰か、こう、教えてくれんの？こういうふうにしな。とかって言われるんですけど、でも結局やっぱり自分で決めないと。やりたい。うん。ものもあればできないものもあるもんね。ありますし、あと自分が綺麗に見える形ってあるもん。あれですよ、僕は撮る方だったでしょ。はい、デザイナーです。で、広告代理店とかにいたから、うん、カメラマンと一緒にこう、ポーズつけたり、はい、ああやってくれ、こうやってくれっていう、ディレクターの方だった。ああ、で、散々言ってたんですよ。で、これ、デビューしたでしょ。うん。撮られる方になった。あれ、ものすごいね、反省しましたよ。だってね、振り向いてくださいって言うだけでね、難儀なのに、うん、振り向きざまに笑ってくれる。あ、そんなこと言われる？言われますよ。なんかシャンプーみたいなね、それ。あっち向けとかこっち向けとかね、もうちょっと顔を上げて、ちょっと笑って、笑い気味のまま睨んでとかいろいろ言われるわけですよ。でもさ、京ちゃんの場合はさ、ある程度そうやってさ、担当、いいんですよ。そういうビジュアルで来てる顔。俺、下打ちされたことあるよ、俺。右があってこうやってやって、顎引いてやつ。え、チェってなんだよ、お前って。チェって、チェって、俺も、それは分かってるけどさ、って、チェってなんだよ。僕ね、結構下打ちされるんですよ。人に？サインスタとか、ね。そう、字汚いんだよ、俺。
秋葉原で一回、初めてですね、初めてのイベントを来た時に、どうやら大阪人っていうのが嫌だったらしく、うん、握手して、あ、どうもって言った時に、違うって言われたこともあります。違う。あ、僕の中の、カレオンちゃんではないと。うん、そう。握手会です。握手会ですね。違うって言われたのは今でも忘れない。違うって言われてもな。何人だって。これが僕だから、私だからって話ですからね。そうですね。すごいね、それもね、うん。違うって言われても困っちゃうよね。そうですね。握手会とかってあれは何人と握手するんですか？大変握手って疲れるの？やっぱりいっぱいする。そうだ、疲れるでしょ。終わった後に疲れます。うん、あ、何か吸われちゃうのかしら、やっぱり。汗ばんでたりするやつ、はい。しますね。油切ってたり、あるいは乾燥してたり、うん、次々と違う手がね、すごいね、来るわけでしょ。すごい手だね。行きますよ。握力が強かったり弱かったり震えてたり。すごい握ってくるやつっていないの？いますよ。バッカじゃないお前みたいな。うん。ね、痛いみたいないないの？いるの？どうすんの？どうすんの？負けないですね私。え？グーってやる。握り返す。もうほとんど勝負になって。勝負になりますね。戦うわけ。でも、うん、若い人が多いんですか、やっぱり。そうですね。若い方。いや、でも。そうでもない。上、おっちゃんが多い。おっちゃんが多いですね。ちょっとさ、だからさ、普通のさ、そのグラビアをやってたりする人よりは、うん、その、なんつうの、その、おもねってないんですよ。はい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 、はい。おもねるっていうのはね、なんかちょっと、ファンにさ、こう、スリスリすり寄っちゃうみたいな。ああ。感じないじゃん。ない。うん、この人と、この間、ちょっとインタビューをね、させていただいて、もう道すったすった歩いてるらしいですよ。すったすった、はいはい、コンパスみたいにすったすった歩いてるから、うん、ナンパっていうか、なんかこう、うん、あんまないんだよね。ないですね。普通ほら、お嬢さんど、これからお仕事みたいなので、こうついてくるのとかあるじゃないですか。うん、あんまない、ね。追いつけないですね。その人歩くのは早い、うん。時間の無駄なんですよ。え？時間の無駄ちょっとお時間いいですかって言うじゃないですか。だってすっごい歩くの遅い人とかいるでしょ？いる。ねえ。いる。その道に何か用があるのかと思うぐらい、すっごい遅いの。いる。そういうのと一緒に歩くとイライラする。めっちゃイライラする。もういいってなる。さ、じゃあき、あなたさ、ご飯食べるの早い？ラーメン。ご飯遅いの。遅いの？なんでよ。ゆっくり味わって食べる。もっと行こうよ、ガンガン。行かないの。ね、遅いの？ご飯はゆっくり食べない。結構やっぱこぼれたり散らかるでしょ？それがですね。咀嚼をしなきゃいけないんです。だよ、こういうとこ散らばんの嫌なの？絶対大人でここあたりをびっちゃびっちゃにして食べてる人ってどうなの？ありえない。なんでなんで。いいじゃん。この辺もう、ラーメンの染みとかシャツにベゴベゴついてさ、ナルトなんかついてんの、ここにワッペンみたいな。教科書の英語じゃ物足りない。そんなあなたのハートをわしづかみにする。闇の英会話の時間がやってまいりました。今日も先生はデコイチさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は生徒さんとしてですね、カデナレオンさんにおいでいただきました。はい、よろしくお願いします。カデナさん何かはい、デコイチ先生にですね、うん、教わりたい英語ってのはございますか？はい、よく表参道にいるんですけど、はい、その時にですね、外国の方によく、はい、多分道を聞いてるんだと思うんですけど、うん、全く私喋れないので、もう急いでるみたいな感じのことを。振り切りたいと。うん、そうですね。どんなフレーズがあれば。言葉が。そうですね。普通にもう行かなくちゃいけないっていう時に、うん、I have to go。I have to go。はい、うん。がいいと思います。または、それが砕けて、はい、I gotta go。I gotta go。 うん。それ英語っぽいで、すごい、うまいですね。短い感じですよね。で、うん、忙しいのよの、I'm busy。I'm busy. うん。で、時間がありません。No, I don't have time. I don't have time. うまいですね、すごい。本当？そうですね。それでバッチリだと思います。マジですか？ありがとうございます。結構ね、しつこい方とかいらっしゃるじゃないですか。いますね。ああ、言ってもってこと言うか。闇の英会話的にもうちょっときつい感じの振り切り方？うん。あるんじゃないか。そうですね。じゃあ、こんなのはどうですか？はい。Turn right.And go straight, there is a slaughterhouse. それどういう？これは、右曲がって、道聞かれてるわけだから、はい、右曲がって、まっすぐ行ったら、そこに屠殺場がありますよって言いました。これ、あれ今日はいいですね、こう、綺麗な人はロレってるっていう、ね。なんロレリが、こうやっぱこう、なんだ、あい、あ、
じゃあちょっとレオンちゃんこれをやってみなさい、あなたこれ。どうですか、はい、これ。I have to go。 じゃあこれもやってくれ。I gotta go。 これちょっといいじゃないですか。これやってください、これ。I gotta go。 これですよ、これ。このオレリがいいじゃないですか。あ、先生この人誰ですか。いや、Excuse me, we are very busy right now。 わかるでしょ。え、I gotta go。 ロレリがいいですよ。どうですか、ね、この人。この、ちなみに、こういう時にでも言ったらいいと思います。Japs, turn right and go straight. There's a slaughterhouse. Turn right and go right. There's a slaughterhouse. はい。じゃあ、go right. There's a slaughterhouse. これがいいよ。slaughterhouse。闇の英会話、また来週。Go fuck yourself。ご飯食べながら喋ってる人を見ると、ずっと口元見ちゃうの。すっごい喋ってる人いる、うん。指示出してるような人いるじゃない、うん。ダメなわけ？絶対。なんで喋んの？なんでよ。食うか喋るかどっちかにしなさいってお父さんとかに言われなかった。でもさ、黙って食べてると、法事の後みたいな感じしませんか、なんか。いやー、ダメですね。あ、そう、いや、喋るにして喋り時っつうのがある。じゃあどういう時喋る？だから、まずほら。器をめでてさ。え？ね。で、食材の良さを確認してですよ。香りをか、ね、ちゃんと楽しんで。なんでそんなヘレンケアみたいなことしないといけない。それで、見りゃわかんじゃん、ラーメンだ。食べてね。なんでこうやって、食べウォーターみたいなことしないといけない。しかもですね、日本の食材っていうのはね、こう、いろいろな複数の食材を口中調味することによって、こう、咀嚼をしてですよ。唾液と混ぜることによって美味しくなって。こんなことラーメン二郎でやってる人いたかな。だって食べ始めと食べ終わりで味が変わるわけですよ、それ。それは冷めちゃったりするからじゃない。いや、違います。ラーメンの場合は冷める前に食べきるのが基本だろうけれども、うん、それはいろんな食材に合った食い方っつのがあるわけです。そうですか。それでこういただいた後に美味しゅうございましたっていうのは喋るうちに入らんのですよ。うん、確かに、じゃあ何、喋んないの？うん。でも、しつけが結構厳しくなるよね。あ、そっから来てるかもしれないですね。厳しいんだ。うん。そのさ、世の中に出てみたら、うん。うちのあのしつけはちょっと変だなって思うようなのは、うん、なんかないんですか？いや、だから、なんて言うんですか、メールをするな、みたいな。教育がありまして、その、まあ、携帯自体持たせてもらえなかったので、うん、なんかそういう、なんて言うんですか、俗世界。あ、世間と、うん、世間が入ってくることを許さなかった。絶対ダメみたいな、うん。だから友達もお家に呼べなかったし。友達うちに呼ぶのも NG。うん、なんで友達家遊びに行くのはいいですけど、うん、まあ、5時までですよ。お泊りとか絶対ありえないし。うんうんうん、5時まで、うん、?5 時まで。いくつまでですか、それ。だから、それが嫌で東京出てきたんですよね。ということは、デビューするまではそういう、禁言実直な生活を送っていた、うん、そうですね。うん、何時頃寝てたんですか、そしたら。え、でも寝るの3時とかでした。え？寝れなくて。だって起きているのは。あのさ、なんかどこかしら虫食いてねえんじゃない？この人、やっぱり。なんか知んないけど。歪んだんですよ、多分ね。あの歪んだ、うん、自分でもたまにおかしいと思う時あるんですけど。おかしい。で、うん、それはね、眠れなかったってこと。そうです。だから入っては入るの。何時頃入るわけ？ 8 時です。え？ということは妄想してたんですか？そうです。ほら。それでも夜中もずっとこう、布団の中で起きている。そうということはですよ、ね。身動きできない状態ですよ。布団から出て何かできるわけじゃないし。だって、私たちは寝ても起きてるじゃないですか、親は。うん、何やってるかなとか、うん、何食べてる。テレビの音とか聞こえるしさ。そうでしょ、うん、プレイガールとかさ。何かプレイガールをやってた時代の人じゃないですよ。知らないですか？知らないですよ。俺、あれが気になってプレイガールの時代ですよ。いや、プレイガールって言うんですよ、すごい声。沢玉木さんとかの時代じゃないですか。あれ、すごい声で言うでしょ？プレイガールって言うんですよ。だ俺、なんだろうな。気になって気になってしまうなって。それは覚えてます。ね、そういう時代じゃん。はい。あ、で、朝は、うん、で、また黙って、食事を。で、ご飯は何ですか？パン食なんですか？いや、ご飯食ですね。ご飯食を。黙って。発芽玄米を。発芽玄米。発芽玄米。で、ヘルシーな感じで。それはない。どうしてそんなヘルシーな感じ？なんかね、白米分からない。お母さん何？家はお寺とか？違う。全然違うんですけど、なんか、健康オタクだったんですよね。なるほど。うん。だからマヨネーズとかもなんか作ったんですよ。ああ、自家製のね。はいはい。だからあれね、不思議でね、バターと一緒で、変化する瞬間があるんですね。はいはいはい。乳化っつうんですよ。ブニャニャンって。うん。で、な、家で作ったの？
そうです、そうです。あなたのお父さんっていうのは、そういうなんかこう、フリーダイビングしそうな感じの、ヨガとか、そんなんじゃない。全然違うんですけど。肉も食べる。肉も食べる。でも、牛は食べない。はい、あ、なぜ牛は食べないんですか？牛はかわいそう。なんか牛は食べる生き物じゃないみたいな。もう、この人は肉食べないんですか？え？俺は、お前肉食えない。肉食べない。あの、ひき肉は食べますよ。ひき肉と焼き肉をしよう。体質的に食べれないんじゃなくて、嫌いなんだよね。嫌いなんで？なんで？脇がみたいな肉しないんですか？やばい。それでよく大きくなりましたね。でもさ、牛はかわいそうっていうのは、なよ、パパが言う。ママが。お母さんもおばあちゃんにそう教育されたのかもしれないですね。ああ、牛びいきのうちなんだよ。うん、多分。買ってたんじゃないですかね。うん、牛。家で。牛か。牛好き。それで、ちょっとおい、牛かわいそうやで、あんた。乳絞ったり、みたいな。食うもんやない、乳絞るもんやで。乳ってのはわからんけどさ。ビュ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 みたいな。あるいは豚に対して何かこう、イコンがあったらね。豚は食っとるわい、みたいな。あんな鼻をちぎったらやん。そういう話か。そんな感じそんな感じでしたね。どうなんすか今後、また飽きちゃったら。何ですか名前は。ねえ、でももうそろそろ私も24なので、うん。そんなことばっかり。しても覚えてないんだもんね、最初の。名前なんかね、でもどうでもいいですよね。まあそうですよ。うん。僕もそう思うんですよ。うん。僕もすごい適当につけたんで、名前なんかどうでもいいと思うんですけど、まあ、ご本人がね、ちゃんとしてるやん。いいんですよ。とにかくあれでしょ、もう、世界一完璧なボディって言われてるって聞きました。でも、そんなこと誰が言ったんですかね。私はよく言われるんですよ。言われるでしょ。うん。それはだからさ、なんだその、発芽玄米と、喋った最中飯、喋った最中、あ、飯の最中喋らないと、牛を食わない。そして、早く寝るけど眠らない。お酒は飲まない。飲まない。お酒は飲まない。お酒は飲まない。じゃあ今度飲み行きましょう。ぜひぜひ。ガバッとね。そういうことで。はい。まあ、僕たちはとりあえず元気になりましたね。はい。はい。また遊びに来てください。ぜひ。ぜひ。はい。ありがとうございます。では、カデのレオンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。